ビスマルク急戦艦、ビスマルク急戦艦、ビスマルク急戦艦、シュラッチ・フデア・ビスマーククラスは、シャルンホルスト、シャルンホルスト急戦艦に引き続き、ドイツ海軍が第二次世界大戦中に巡航させた際にして、最後のちょうど急戦艦である。一番艦のビスマルクは1936年7月1日に、寄港、1940年8月に巡航した。 二番カンティル・ピッツは1936年11月に寄港し、1941年2月に竣工した。ドイツは1935年3月、ベルサイユ条約を破棄し、同年5月18日にを締結した。そして、協定に沿った県管計画を同年中に立て、北、大西洋を見据えた長距離行動が可能な走行艦を基本に置いた。 艦隊編成を計画した。その中で仮想的国であるイギリス、フランス、両国は同盟関係でもあったの阻止攻撃から通称破壊作戦にあたる艦船を防衛するために戦艦艦隊の必要性が認識され本級が建造された。後の Z 計画もこの構想を拡大した形で引き継いでいるが同計画が目標とした1945年の 対衛戦準備完了時点を想定した構想では、本級とシャルンホルスト級を中心とした艦隊が、北海で睨みを効かせ、イギリス艦隊を本国海域に拘束する計画となっている。通商破壊は、装甲艦など多艦の役目であり、イギリス海軍が戦乱護衛や通商破壊艦狩りに兵力を分散配置した場合には、H 級戦艦を中心とした別の水上艦隊を、 大西洋に出撃させることになっていた。本級の構想自体は、英独海軍協定以前より存在していたが、上記の経緯から、イギリス、フランスの戦艦に対抗できる能力が求められ、規模は拡大していった。フランス海軍については、ダンケルク級戦艦への対抗を想定している。当初は、13インチ砲八門搭載で、速力30ノット以上。 基準排水量3万5千トンを目的として設計され、設計期間短縮のために第一次世界大戦時に設計された超ょ級戦艦、バイエルン級の設計を流用した経緯はシャルンホルスト級戦艦と同一である。このため、新しい旧式艦と言われることもある。基準排水量は協定に従い3万5千トンと公表されたが、実際には、 協定を違反する4万トン長に達した。英独海軍協定に従えば、本級建造によって残る建造枠は一石となるはずだったが、結局協定は破棄された。また、本級の設計は、皇族艦のタイプシップとして成立しており、H-39 から H-44 に至る全ての戦艦が、本級の基本設計を踏襲、拡大改良したものとなっている。 当初の建造計画を上回る手法を搭載して、イギリスやフランスなどの 38cm、40.6cm、15インチ、16インチ、クラスの方の搭載艦に匹敵する走行と火力を持つこととなり、全球のバイエルン級にはなかった高速航行力を持つ。しかしながら、第二次世界大戦の勃発によりビスマルク級に続く。 Z 計画戦艦軍は建造されなかったため、本級は第二次世界大戦に参加したドイツ水上艦の中では最大かつ最強となった。存在が公表されている場合、戦艦はその国の海軍力の象徴とみなされ、本級も盛大な浸水式を行っている。従って、後の世にこうした艦が紹介される際にも、巨大さ、強さ、先進性などは紹介の際に誇示された。 本級もその例に漏れず、大きさについては、下記のようにいくつかの指標があるが、時期的な条件を付して、最大といった形容がなされてきた。他の欧州各国が計画した、本級より大型の新型戦艦も大半が、第二次世界大戦により建造を中止したり、計画を変更して完成したことや、ティルピッツが、若干の設計変更により、排水量を増したことも、 こうした慶容合戦を複雑なものとした。参考、列強最大戦艦排水量堺三前制や、三菱重工の技師であった安倍康夫などは、本級に対して特に否定的な評価を行ってはいなかった。しかし、大戦当時は連合国に脅威と見られていた。本級も、日本国外では1970年代には、否定的評価が出されるようになっていた。 日本において否定的な記述は、ジョン・ジョーダンの手になる、戦艦が日本で薬質された際に防御思想と設計への言及で登場ている。その後、海外文献の両布を行っている、研究家の一人である、大塚義振が取り上げてゆく。その後、世界の艦船が2006年2月号にて、編集部の手になる、特集、列強最後の戦艦を比較するでようの、批判的見解を打ち出した。 直接のきっかけは、上記の英独海軍協定であるが、ドイツ海軍は1932年には、ワシントン海軍軍縮条約に準じた3万5千トン戦艦として、検討を始めた。その後、ヒトラーの政権奪取、ロンドン条約の動向、英物との関係などの国際情勢に合わせて、構想を変化させていき、設計は1935年に完了した。 ビスマルク建造については1935年11月16日に契約された。建造費用はビスマルクが1億9860万ライヒスマルク、ティルピッツが1億8160万ライヒスマルクであり、この価格はシャルンホルスト級の12から13%の増加で済んだ。想定された戦場はバルト海や北海であり、 視界が効かないことを重視し、近距離戦闘を主眼に置いたと考えられている。一方、ドイツ海軍が1940年に作成した内部資料では、これと異なる設計思想が衝述されている。それについては、防御の項で述べる。ビスマルクの建造を担当したブロームウント・フォス社は、ハンブルクにあった造船所の第9船内にて浸水までの工事を行った。 銅像戦所にはいくつかの大規模な浮きドックがあり、ビスマルクも1940年に入居している。なお、アラや春時によれば、銅像戦所内のハンブルグシュライカーバーフ所有のエルベ17艦ドックは、ドイツ海軍の手により建設された巨大ドックであり、当時欧州最大を称した。このドックは、底部で幅60メートル、長さ約310メートルの大きさを持ち、 計算上15万トンクラスの艦船の建造が可能であった。浮力にドック自体の重力で対抗し構造物としてのバランスを取る半重力式を採用したため、低半コンクリートは6.5メートルの厚みを持ち、側壁コンクリート厚は2メートルもあった。外観は低く、デザインの重厚さでは定評のあるドイツらしく、かなりどっしりとした安定感を醸し出している。船体は 平ら板型で、艦首から新設計の1934年型38センチメートル47口径砲装備士1、2番連装手砲塔を背負い式に2機搭載、箱型の航海環境上の司令塔点外部には7メートル複速虚偽が乗り、航海環境の両脇には耳のように船橋、ブリッジを全幅いっぱいに張り出している。海環境の上には、 戦闘環境があり、天井20.5メートル種速距離、弾ルク級戦艦のものと機船長は互角であるが、装備されている。煙突の両脇には、水底や艦載艇を運用するためのはしご形状のクレーンを、片一基ずつ、計二基を配置した。煙突と短脚式のミズンの間には、守備線方向と垂直に伸びたカタパルトがあり、水底は左右どちらでも射出が可能であった。 ミズンの背後には、後部7.5メートル複速虚偽が配置され、後部甲板上に3、4番主砲塔を背負い式に2機、配置した。なお、上機にて、ドイツらしくと述べたが、ドイツ海軍は、シャルンホルスト級以降の艦艇デザインを意図的に似せたものとしていた。従ってある世代の艦艇に対し似たようなイメージを抱くことは、不自然ではない。これは、戦場での誤認を狙っているが、 実戦において、効果も上げた。デンマーク海峡海戦にて実際に、イギリス側は戦闘を走っていた、アドミラルヒッパー90寿命艦、プリンツオイゲンをビスマルクと誤認し、射撃を始めている。列強の新戦艦は無条約時代、あるいはエスカレータ条項による排水量制限の緩和という設計上の自由が存在した一方、ドック、公安、 運河などの制約条件から、その寸法が制約されていた。これと同様に、軍縮条約等の制限に縛られていない、あるいは無視した、ドイツにも寸法上の制約があった。制約となったのは、キール運河であり、新戦艦は、同運河を通過できることが条件とされ、本級の幅と喫水、そして全長はこれにより決定された。同運河は1914年に完成した。 拡張工事により、底部幅44メートル、水面幅102メートル、水深11メートルとなっていた。なお、当時のドイツは溶接先進国であり、民間船ばかりでなく、ポケット船艦以来その採用には著しいものがあった。本級の建造にあたっても船体材に、それまで使用されてきた ST 鋼ではなく、ST52 鋼が採用され、90%が、 溶接構造とされている。日本海軍が溶接技術工場を目的に1936年に西島領事を派遣した際にも、ドイツ側は工場見学を禁止しており、同校を代表とする溶接関連技術は重要技術だった。二重艇は全長の83%に及んだ。また、全体の50%には、KC 校、CR、NI、 も配合が使用された。下記のように、ドイツ海軍は当初は38センチメートル砲の搭載を考えていたわけではなかった。しかし、より大きな手法を選定したことは、船体サイズにも影響し、最終的に基準排水量は4万1700トンにまで膨れ上がった。しかし、諸外国には依然として3万5000トン戦艦として押し通した。 そ艦監督性については、艦幅が大きいにもかかわらず、良好であった。船体側面の装行が、進行効果を発揮して、ローリング軸を移動させたこともあり、ローリング、ピッチングは少なかった。ただし、砲塔の漏水が問題となり、艦首よりの A 砲塔は、即虚技を撤去した。本級は、当時の新戦艦としては、珍しい三軸推進であるが、三軸推進は、 相関性が良好となる特性があり、前述のキール運河を利用するドイツ戦艦では、第一次大戦頃より、一般的なスタイルである。ボイラは、ワーグナー、ワーグナー式高圧重油戦勝艦が12機。タービンはビスマルクは、ブロームウントホスティルピッツは、ブラウンボベリー、ブラウンボベリー正義ヤードタービンをそぞれ3機3軸、装備している。蒸気条件は、 シャルンホルスト級よりさらに上げられ、蒸気圧力は5 5ラム、C 平方メートル、58気圧との記載もあり、蒸気温度は475度に達し、高圧感で知られる、米新戦艦も上回る。速力は公表された要目では27、ノットとされたが、実際には、最大出力は、標準蒸気圧自出力で138000、HP を発揮し、 最高速力29ノットであった。高速性能は16ノットで9280回りに、及び通称破壊に適応しうるようにされた。従来、高温高圧管をはじめとする最新の要素技術を投じたことを根拠に、本級の機関は高い評価を受けてきた。しかし、大塚は、鋼材の耐熱性、耐圧性が蒸気条件に比較して低く故障を頻発したこと。 タービンの開発が進展せずせっかくの熱落さを効率よく推進力に用いることができなかったことを挙げ、信頼性は列強最低クラスと評した。機関区配置は防御と関連するが、ここで述べる。機関区は、管12基を2列の重角壁により3列に分け、1列に月間を4基ずつ設置した。これは、ヤマト型と類似しているが、一方で、 ダンケルク級やノースカロライナ級などで採用されたシフト配置にはなっておらず、第一次世界大戦時から変化のない機関配置であった。3列に分かれたボイラ室は1列につきさらに3室に分かれており、4機のボイラは前後の2部屋に2機ずつ設置された。中央の部屋はやや小さく隔壁の役割を果たす。ギアードタービン3機を収める機関室は3列に分けることはできず、 前後に大きくに分割されて設置されている。前側は左舷側と右舷側のタービン系2系を2列に配置、隔壁を隔てて、後ろ側に中央軸用タービンを1機配置した。本級の機関区は余裕のある隔壁配置により極めて破壊されにくいはずであった。しかし、ビスマルク追撃戦では航空魚雷によって左舷側の機関区に小規模ながら止めることのできない。 浸水を引き起こした。また、衝撃により、バルブが自動閉鎖して直接攻撃を受けていない。右舷側の進むタービンが停止してしまい、再度人力により、バルブを解放して再始動するまで停止してしまったことなど、この機関配置は防御的に弱点を抱えていた。ティルピッツも特殊先行艇の攻撃によって一時的に航行不能に追い込まれている。しかし、 この場合は艦艇に 2000kg の次元機雷4発をセットされるという状況であり、そのような攻撃に耐えることを目標とした戦艦は世界に存在しない。燃料搭載量は8700トンである。本級の想定戦場とされる北海やバルト海周辺での作戦活動に関しては、長大な航続力は必要ない。しかし、対戦初期ドイツ海軍は、 水上艦を次々と大西洋に投入し、本級もそのような目的に使おうとした。ビスマルクが目指したブレストもドイツ海軍にとり、想定外であった早期の大仏船がヒトラーにより推進されて勝利し、ある意味では棚ぼた的に使用可能となった前進拠点であった。一方で、戦後、こうした経緯からドイツ水上艦全般と通称破壊戦との 結びつけが強調された。その中で、本級の後続距離への肯定的評価も見られるようになり、日本では福井静が、初期の代表例である。しかしその後各国の戦艦の情報がより細部まで知られるようになってから、相対的にはそれほど長い後続力ではないことが知られていった。1990年代以降に出版された本の中には、 困窮に肯定的評価を行っている場合でも、後続距離については指して、長いわけではないと述べている例も出ている。なお、後続力の長い環球は広大な太平洋を主戦場と想定していた、日米両国に多く見られる。詳細は、各環球の項を参照。主砲口径は当初は13インチ、33センチメートル、砲が搭載される計画であったが、 計画を煮詰めていくうちに徐々にサイズアップされて14インチ、正確には35センチメートル砲を8門となった。15インチ、正確には38センチメートル砲を搭載案も検討されたのだが、重量増加に伴う船体のサイズアップによる港湾の深度不足やキール運河の幅の問題により、排水量の増加は好ましくないとの判断で、14インチ砲搭載で4万千トン戦艦として、 設計が進められ、対外的に3万5千トンとして公表した。しかし、後に、フランス・イタリアの直期主力戦艦の主砲口径は15インチ、フランスは38センチメートル、イタリアは38.1センチメートルを採用するという情報が入った。同時期に、建造計画を1年遅らせれば、15インチ法の開発が間に合う旨設計局より回答があったため、 急遽15インチ砲搭載戦艦への設計変更が決断された。なお、大口径砲の研究に関しては、第一次大戦当時、45口径お及び50口径の16インチ砲、18インチ砲、20インチ砲、いずれも1000インチでメートル砲切り上げではないの、試作研究を行っており、その意味では、過去の経験という遺産は存在した。 そうしたことから本級の手法には、新設計の SKC34 型38センチメートル47口径砲を採用した。主要諸元を下記に示す。手法身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。副砲は、シャルンホルスト級からドイツ大型水上艦に採用された。 SKC28 型 15cm55 後継砲を採用し、連装砲塔を公開環境左右に1機ずつ、残り4機をカタパルトを挟んで、原則よりに片原2機つ、計6機装備し前方へ8門、後方へ4門施行できた。その他に、対空用に 10.5cm65 後継砲。 連装砲がに発機計16門を副砲塔よりも一段高い場所に片元4機3.7センチメートル83後継対空砲を連装で発機16門を装備した。なお、ティルピッツの身53.3センチメートル4連装魚雷発射管を片元1機ずつ計2機装備している。射撃式装置は前帆柱に2機、水に1機装備し、 列強新戦艦に多く見られる2機に比較して多い。射撃法違反は、バイタルパート内に収容され、前後2機存在する。即挙は、ステレオ式である。こうした精密機械関連技術、工学技術は、当時のドイツ産業界が得意とした分野であり、再軍備により新規に正式化されたことも、相まって高い評価がなされる。防御にあたって、 考慮ないし議論の対象とされてきたのは、大まかに次の点に区分できる。他項で述べたように、視界の効きにくい北海やバルト海での戦闘を前提としており、日米のように大遠距離も包含した艦隊決戦を強く施行したのとは対照的であるとされる。防御走行比率は排水量全体の39%であり、 大和型戦艦の33%に比較して大きい。この防御重量を広い範囲に配分したことも特徴であり、安倍康夫は完全な集中防御とは言い難いと述べ、ビスマルク級の防御方式の方が航空機が発達した第二次世界大戦においてはより戦闘様式にマッチしていたのではないかと思われるとの評価を下している。福井静雄はドイツ海軍の置かれた状況から 単独行動中に敵巡洋艦や航空機の襲撃を受ける危険が高いため巡洋艦手法や爆弾防御用の薄い走行を広範囲に貼らざるを得なかったと分析しており補助艦艇や航空機の援護下で活動することが前提のヤマト型の集中防御方式と対比している艦の中央断面については 造船協会雑誌によれば同時代にフランスの造船大佐が大まかには正しい推定を行っている。対独諜報活動の成果が包含されているかは不明。大戦後ドイツ艦に関する情報は徐々に一般にも流通が始まる。堺、大塚などから防御要領は第一次大戦時代のドイツ戦艦の防御様式から構造的な進化はしていないと言われている。 特に主装甲体下端を、傾斜部を介して、水平走行に接続する配置容量は、典型的な第一次大戦形構造であり、主装甲体上端から、水平走行に接続する、列強新戦間と、顕著な差異を生じる。本級は、このように、第一次大戦形の防御を基礎にし、それに、所与の改良を加えたものであるという点では、各論とも、一致している。 水線面より上の狭い範囲のみ 320mm の装甲板で覆われている。それより上部から最上甲板までは 145mm の走行で覆われた。垂直走行による直接的防御も関係するためここで記述する。本級の垂直走行は水線面より下部で 170mm の部分があるが上下幅が短く。 水中弾や震度魚雷への防御はよく考えられていなかったことがにウィークポイントとなった。船体内部の対水雷防御配置はバイエルン級の時代では石炭庫が衝撃吸収重点材の役目を演じたが重油を使用する近代戦艦ではその手は使えず本級の場合は水密区画を間隔の開いた4つの空間に分けその背後に 45mm の装甲を二重手の 艦底面まで伸ばしている。水中防御に関しては、本級に高い評価を与えている場合でも、他国より遅れてたことを認める場合もある。水平防御については、原則走行と接続する傾斜部は、最上艦板は 50mm、主艦板は 110mm であった。この水平防御についての評価は分かれる。肯定的な評価は、バイエルン級より厚く取り、 時代の変化に対応したことに力点を置く。否定的な評価は、大口警報による、大落下核砲弾もしく高度からの水平爆撃には十分ではなかったと評る。批判的な見解によれば水平防御は、原案よりは若干強化はされているが、それでも第一艦艦水平面は 25mm、主艦艦 80mm と、 合計しても 105mm であり、列強新戦艦と比べると装甲圧は薄く、防御力弱かった。ドイツが誇る装甲、ボタンコーは一般に欧州トップクラスの装甲材と評価されるが、対して列強の新戦艦は、本級よりも小型の戦隊であるにもかかわらず140から 170mm の装甲を張っても本級の水平防御能力は高いものではない。なお、 ドイツ海軍は1940年の内部資料で本級の走行配置について下記のように言及している。第一次世界大戦の戦訓と兵器の発達に基づき走行防御は第一に以下の観点から改善されなくてはいけない。これらの理由により走行重量から相当の大部分を水平走行とバーベットに割り当てざるを得ない。なぜなら重量配分のうち 装甲全体が占める割合を著しく高めることはできないからである。バーベットは閉ざされた方角その他に覆われていない限り、完全な強度を保ったまま主装甲甲板まで伸ばすものとする。なぜなら、これらの部分は大角度の命中弾を被った場合、かつてのようにその一部が側面装甲の背後で守られることがないからである。この新しい装甲配置では、砲弾を 無事に貫通させるほど装甲体を強化することはできない。無事に貫通させるとについては C を参照のこと。そのため、可能な限り水平走行も側面防御の全体的な仕組みに組み込むべく努力しなくてはいけない。これによって、少なくとも手工線距離においては艦のバイタルパートを破壊効果から守ることができるようになる。最も強固な水平走行は、 従来通りできるだけ深部に施すものとし、できるだけ浅い角度の斜面を走行体の下場まで伸ばすものとする。しかし従来とは異なり、著しい余力を保って装甲体を破り、斜面に命中する砲弾が貫通できず、破砕されるか弾き返されるほど、これを強化しなくてはならない。走行甲,甲板そのものは、このような強化にもかかわらず、 極めて遠距離から直撃する砲弾を弾き返すほど増強することはできない。最重量級の鉄鋼弾による大角度の命中を防ぐような装甲艦板の核も広範な強化は重量上の制約から艦の大部分で実現不可能だからである。ただ、水平装甲までも貫通されるまでの距離を上方修正するのが精一杯である。このような遠距離において 最重量級の砲弾に対する完全な体制を得ることがほとんど不可能であるのと同じくらい空中からの脅威に対しても無条件の防御を達成できる見込みは少ない。なぜなら製造、使用されうる最重量級の鉄鋼爆弾は目下最強の装甲艦板を貫通し得るからである。その前提は非常に高い投下高度もしくはロケットエンジンである。これらの条件。 高高度から投下した場合の低い命中率及び低い作薬重填率6%以下を理由としてこのような爆弾の使用は著しく制限されているそのため最も目的に合致するのは玉柄の薄い通常の炸裂爆弾作薬重填率50%を破砕するべく最上部の甲板に走行 50mm 以下を施しそれよりも著しく作薬量の少ない 充填率25%以下、玉柄の厚い炸裂爆弾のみがこの装甲を貫通できるようにすることである。原理的には、我が軍の玉低進艦付き炸裂弾に相当する、これらの反鉄鋼弾は艦内で炸裂する可能性があるが、それも主走行艦牌より上の部分に止まる。わずかな事例、例えば煙突口の脇に命中弾を被った場合のみ、このような爆弾は、 大型艦のバイタルパートを破壊しうる。このような主装甲艦板の上で爆発する爆弾や砲弾の炸裂、破片効果を制限するため最新の大型艦には中央部分に厚さ 30mm で工房炭鉱材 WH マテリアル製の隔壁を艦の全長を予前幅に沿って組み込むものとする。さらに装甲艦板より上の煙突口は 厚さ3 0ト、mm、ルの攻防炭構成の破片防御を得るものとする。主装甲艦板を貫通できるのは蒸気のように作薬装填率6%以下の純粋な鉄鋼爆弾に限られるようになる。つまり、その効果は同じ重さの弾低進艦付き作列弾と同程度になる。最上部の適切な装甲艦板を強化することは、 玄関時の強度上の理由に照らしても、前兆方向の良好な強度獲得に有効で、さらにはその下の各空間を遅延進感のない炸裂弾から保護する。装甲を貫通した砲弾に対する水平防御に関しては、比較的浅い角度下における貫通力の期待値が一つの手がかりに過ぎないことを指摘する必要がある。微細な素材の違いは、 幾倍もの効果となって現れる。例えば、非棒の形状や、高度だけでも、ある場合では、走行板を貫通する砲弾が、異なる場合では、同じ条件、すなわち、衝突速度に、違いがないとき、非棒の形状が異なるだけで引かれるように採用し得る。また、砲弾貫通の製品に関わる、角度や、衝突速度といった数値は、正確には分けがたいほど近似している。 さらに、ただでさえ、比較的わずかである、命中角度下では、把握の難しい長弾が、命中角度が大きかった時よりも、自然に多発する。特にこの効果は、多くの装甲板を貫通した際に特に強く、現れる。この際、砲弾が斜めに引かれ、通常よりもずっと広い断面積の貫通を強いられる、事態も発生する、可能性がある。 と記述しているように、むしろ艦の上乾板よりも中央部で水平防御力を確保と、側面防御力の補強を実現しようとした。防御関連の主要な要素技術については、防炭装甲の採用がよく知られる。また、水密性については、船体の大半が溶接であることも関係してくる。防炭装甲は、クルップ社で開発された合金鋼で、 WH 鋼と称し、配合されたのは NI-CR であった。シャルンホルスト級で採用され、本級では核壁装甲材に使用し、その厚みは 110mm から 220mm であった。WH-85 と WW の2種の鋼が開発された。WH-85 は固く対断性に優れており、上部デッキ部分に使用された。 WW は柔軟性が高い鋼材であり、魚雷対策として、水戦下の隔壁に使用された。両者の中間の特性を持つ WW38 鋼も使用された。この防弾装甲を高く評価する意見がある一方で、現実の数字では、他国と比較して数、数パーセント程度の優位に過ぎなかった。日米戦艦の研究で問題となったことのある。 品質管理についてはその実態は不明である。上記のような防御により、後に敵対した各国の戦艦手法団に対しての対応能力は、下記のように算定されている。下記に安全と書いたのは計算上の目安であり、その限界距離なら確実に安全であることを保証するものではない。否定的見解によれば、第一次大戦の際に、 ドイツ巡洋戦艦が持っていた指摘より大幅に強力な防御力は期待できない旨が述べられ、連合国の新戦艦と戦うには防御力に不安がある旨評価されている。第一次世界大戦時から受け継いできた高い、ダメージコントロール能力によってある程度はカバーされてはいるが、それはあくまで壊れることを前提として防御不十分を人的フォローで補わればならない。なお ビスマルクの撃沈において、原則装甲を何度も抜かれても撃沈には至らなかったのは、海戦が接近戦となったために霊距離射撃に近い状態となって命中弾が水戦上の原則装甲に集中したため、水戦下の被害が全くなかったことも影響している。大塚は、本級の防御力が神話化された旨を述べ、イギリス海軍の判断ミスと、 開戦後の宣伝活動から生まれたものという見方を示した。本級の評価は従来より多く挙げられている肯定的な面を強調したもの、否定面を強調したものの二つがあるが、相対的には良い点、悪い点双方を認める文献もある。肯定的な評価は同時大臣であった造船協会雑誌のフランス造船官やルードウィック・ケネディに代表されるように、 ビスマルク一石を沈めるために、イギリスが兵力上の優位から多数の戦力を貸した点を強調し、あるいはティルピッツに対しても現存艦隊主義の具現として大祖戦団に脅威を与え、一定の兵力を構築したことを評価する。もちろん偶然とはいえ、フットを沈めた実績への評価や、最後にイギリス艦隊に集中攻撃を受けた際に耐久力を示したことも、 材料とされる。こうした評価は、日本国内では、世界の感染や、広田町氏の著書など様々な文献に引用され、あるいは支持されてきた。一方、日本国外では大戦間の極端な軍縮による、技術断絶があった旨の考え方があり、2000年代も、半ばを過ぎると、日本の雑誌でもこれに類する見解が述べられている。概要としてはドイツ第二時代の、 太陽艦隊を作り上げた設計人は第一次大戦後亡くなり、帝政時代の技術的遺産をどうにか使えるように手直しすることから努力しなければならなかったため、新時代の戦闘艦としてまとめ上げる知見が主要な近代戦艦建造国に対して不足していたことを重視する考え方といえる。構造や設計の古さやレーダー等の装備の悪さから、 列強最弱という不名誉な烙印を押されることもあるが戦闘安全距離の項の最後で述べられたような条件であれば大和型波のタフさがあるので一に最弱とは言えないただし大和型波のタフさというのは前日の通り被弾部位が推薦より上である場合のみであるまたこの場合でも実戦で明らかになったようにあくまで浮くことができるということであり 環状構造物はめちゃめちゃにされてしまった。ただし、賛否両論とも、ヒトラーが、エイリヒレーダーに確約した保証を守ることができず、Z 計画に代表される、海軍拡張計画がほとんど進んでいない段階で、何の準備もなしに、第二次世界大戦に突入し、ドイツ海軍に必要だった時間的余裕や、燃料などの物質的余裕が様々な形で、 失われたという背景が存在したことは認めている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。